ダックは大きな駅の操車場で一生懸命働いていた。客車を引くこともあれば貨車を押すこともあった。どんな仕事でもダックは文句も言わずにこなした。ある日、ダックが機関庫で休んでいるとトップハムハット卿がやってきた。ダック、なかなかよくやっとるな。自分の視線を持ってみたいと思わんか。はい、お願いします。というわけでダックは新しい視線を受け持つことになった。責任ある仕事をもらい、とても嬉しかった。彼の視線は海岸を通って港までつながっていった。ダックはこの視線のカーブを走るのが大好きだった。煙が潮風になびき、彼の緑のボディは太陽を浴びて輝いた。まるで休みの日みたいだな。まったくだ。走る場所が変わると遠足気分になるよ。だが、まもなくダックは今まで以上に忙しくなった。トップハムハット卿が港に新しい駅を建設していた。ダックは仕事があればどこでも重たい貨車を引いていった。バーティーはダックの乗客の面倒を見たし、他の機関車たちも手伝ったが、この仕事には時間がかかった。そこら中騒音と埃でいっぱいだった。駅はすぐに完成するよ。ああ、予定通りにね。ダックは自分の仕事がどんなに大事かドナルドに延々と語り続けた。トップハムハット卿が僕をどれほど頼りにしてるかわかる？へえ、そうですか。僕はね、大西武鉄道時代には。ガーガー。なんだよ。実に君はガーガーとアヒルみたいですね。いいじゃないか。ダックは怒った。次の日、ダックは機関士たちに話した。僕がアヒルみたいだってドナルドが言うんだ。ふん、アヒルね。助手はちょっと考えると何かひそひそと話した。彼らはドナルドに仕返しをしてやることにしたのだ。その日はどの機関車も忙しくて、お互いに話もできなかった。ドナルドもガーガーとからかう暇もなかった。だが、ドナルドが眠りにつくと、ダックの機関士と助手はドナルドのタンクに何かを入れた。翌朝、ドナルドが水を入れるために停車すると、思いがけないお客が乗っていることに気づいた。小さな白いアヒルがタンクの中から飛び出してきたのだ。誰がやったかは分かってます。アヒルはおとなしかった。助手のサンドイッチを分けてもらい、パクパク食べた。そして淡水車に乗ったままだった。他の機関車たちはこのアヒルのことを知って、ドナルドをからかった。やがてアヒルは旅行に飽きてしまい、ある駅で飛び降りた。その夜、ドナルドの機関士と助手はダックにお返しをしてやることにした。翌朝、ダックの作業員たちがやってきた。ダック、石炭入れの下を見ろよ。卵が入った巣箱があるぜ。ドナルドも目を覚ましていった。こりゃまあ、ダック、君は昨夜こっそり卵を産んだようですね。ダックも笑い出した。ドナルド、君の勝ちだよ。君を任すには頭がいるね。アヒルは近くの池に放され、通り過ぎる列車を見送った。駅長はアヒルにデイリーと名付けたが、他のみんなはドナルドのダックと呼び続けた。